もっと観覧車乗ってる気分になってください。もう出し方なん。ペコリンちゃん。カンタ勉強し直した。え、し直した。そう、もうメールで、今ね、テスト週間なんですけど、メールで、そのもが今勉強してる漢字を送ったんですよ。そしたら、なんか結構もも間違えて覚えてる漢字のも、読み方がたくさんあって、ファンの方から教えてくれました。ありがとうございます 本当にありがとうございます。それじゃなかったらももは多分そのままテストで書いてました。ありがとうございます。しかもなんか1問どころじゃないの、もうね、何問も間違えた タコさんありがとうございます。漢字ね、そうそうそう、漢字漢字、読み方読み方、漢字の読み方が間違っておりました 漢字めっちゃ多いなって思った 間違い探しかと思いますよ。違うって、もう結構あれで頑張って勉強したんだけど ね、自分で答え合わせしない、え、自分で答え合わせしてあれだって それも可愛い、かっこ甘いかすぎって、そんなことないよ。はい、チーズ。ありがとうございます。こっちが試せるのってるのかと思いました。違うよ でも勉強してるの偉いぞ。ありがとう。ボタンくるくるかわいい。そうです。ここと最近ここをね、出すっていうことを覚えたんで、ここと、ここだけ巻きました。答え合わせしてあれはやばいって、うるさいな とにかく字がうまいよ。そう、みんなね、ももがおバカさんすぎて、言うことなくなったらみんなやる、いつも字がうまい ポップコーンありがとうございます。モーダンの観覧車ないからスターさんになりますね。いいな、長野めいさんの映画見てきました。バトン、そしてバトン渡されたでしょ。みんな泣いてました。え、もうたち見に行った時もみんな泣いてた。サイルームありがとうございます。チュロスありがとうございます。前髪オイルの調子は最近ね、なんか前髪のオイルをつけると変になるってことに気づき始めて、今日はちょっと薄くしました。気づいたかな。でもなんかオイルつけないとなんかボンってなんか初期の前髪みたいに分厚すぎるかなって思ったので、ちょっとこっちにねじ込みました 本読むと自然に読む力つける本か どんな告白だってんじゃん、好き。あら、突然の告白ありがとう カット出てるの？出てない。肌っぽい色だけど違うんですよね。そこしか、てんてんてん。うるさいな。うるさいな。字の綺麗さすが、ありがとう。字がうまい。とりあえず褒めておこう。うるさいな。バレてた。ね。そう。シースルー前が可愛い。あ、どうも。前髪いい感じ？ありがとうございます。どう？もうね、ヘアスプレーをケープをかけたんですけど、かけすぎてね、見て、絶対揺れない、もうほっぺしか揺れない すごくない？ほら 絶対揺れない。ワンピースかな？ワンピースです。長くて可愛いです。あ、おう 昨日の公演めちゃくちゃ楽しかった。爆発しました。開いたー。ありがとうございます。なんかさ、こう近づくとめっちゃ顔真っ白じゃない？なんでだろうね。色変えようか。これが一番いいや ね、とりあえずクマ来てってなんで ね、
最近うるさいなってよく聞くな。なんかすいません、謝らせてもろて。ケープは黒いやつ、うん、紫のやつ。コッペは揺れてる。死んだ子でも安心や。そりゃ無理でしょ。ほっぺわざと揺らしてるとゴーってなると揺れちゃうの。ほっぺに目がいく。はい、チーズありがとうございます。ね、レインボーの鉢ありがとうございます。あ、お出かけ中だって。メモ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 おかしい気がするけどごめん。これね、習字紙。なんかいつも上だとノート用意してあるんですけど、今日ここリビングなんですよ。いつもの部屋とは違って、だから習字紙しかなかった。あー、下に映っちゃう。はい、チーズありがとうございます。でしょうね。でした。でしたでした。少々お待ちください。あ、りがとう、ありがとう。ありがとうございます。リビングに習字紙ある方がおかしい。そういうこと？だってさ、習字紙、うん、確かに。でも習字紙しかなかった。俺さんのお下がりのアペ、うん、違う、違う。去年も着てたやつですよ。字がうまい、字は綺麗。スレで書いたら時間かかる。筆ペンない、どっかにあるけどわからない。変な家。シンプルに言うのやめて。ね、お見送り楽しかったでやんす。耳が派手だったでやんす。ね、変な家言いすぎ。変な家、変な家。シンプルに変な家言うなって。コン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 、マリゲーカの奥番ありがとうございます。リボンです。顔白くない？やっぱそうだよね。もっとチーク足したらいいのかな。やっぱさ、もう思うの結構そう、もうもう感じてから、こうなんか白いなって。鏡、光る鏡。見て、光る鏡です。つけます。あれ、まあ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 、はい、変わりませんですよね。ポップコーンありがとうございます。コン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 、マリゲークのアコマンありがとうございます。ホットプレートが黒いから、はい、まあいいや、嫌いにならないでください。今日の配
配信は20時までです。1時間やります。よろしくお願いします。それでは、テロップ出します。ですけど、桃タンクッキングをしたいと思いまーす。イエーイ。すでに13分話しとるで。すいません、2000円、会員ありがとうございます。それではエプロンしまーす。ちょっと立たせてもらいます。はい、チーズありがとうございます。紐なので、はい、チーズはしっかりやるんだね。そう、綺麗にできるかな。鏡みたいに見て、どうできる。ママのエプロン分かりました。ママのエプロンをお借りしました。あー、ちょっと大きかった。ほどくの得意です。それはみんなそうだ。斜めです。まあ細かいことは気にしない気にしない。はい、イエーイ。ということで本日作るものはじゃるるるるん、じゃん、サムギョプサル。イエーイ。皆さんサムギョプサルって知ってますか？レタスで豚肉を巻いて食べるんですけど、お肉持ってきます。バイバーイ。おー、ただいまー。ポップコーンありがとうございます。はい、ホイコーローしか分かりません。まあホイコーロー分かったら大丈夫。はい、猿食べたことないです。猿は猿でも、サルギョプサル、サルギョプサルじゃない、ねえ、釣られちゃったじゃん。サムギョプサル。はい、では作っていきたいと思います。作るといっても、まあ、お肉をね焼くという工程なんですけれども、それではまず電源入れます。いいじゃん。はい、そして消毒します。はい、ワンプッシュ。パトパト、なんか今どっか飛んだよね。はい、もうまだ夜ご飯食べてないんですよ。だからめっちゃお腹すいた。そう、レタスの出番ですね。猿が寒いの？サムギョプサルだけに。ちょっとちゃうね。ということでお肉をラップが剥がれない、豚肉です。こんな感じ、どうですか？
まあ、何もしてないけどまだこのお肉を入れていきたいと思います。豚バラかな、多分そう。じゃん、911日、ありがとうございます。これは何の絵かというと、レディーゴー。今日、ね、勉強をねしてた時に、休憩しようと思って休憩してる時に、あのママとね、あの腕相撲をしましたっていうご報告ですモモのがかなり強かった。そう、なんかうまく描けなかったんですけどこれはうまく描けなくて、でも腕相撲をしてる、こういうこういうのを描きたかったえ、全然ね、モモの方が、ね、強かった意外にモモが強いんですよ。もうその手ほどけないでしょうねまあまあまあ、絵だとね、そうそうそう。でもね、こんな感じです。モモのが強くてモモのが勝ちましたっていう話でした。ありがとうございます。901日ありがとうございます。ママたん手抜いたんじゃない、本気だって。もうギリギリここら辺で粘ってたもん。はいチーズ、はいチーズ、ありがとうございます。初見さん、 SK48 とチーム S の15歳の平野桃奈です。来てくれてありがとうございます。チロスもありがとうございます。それではお肉を焼いていきたいと思います。鉄板が温まったのでいきます。おー、油はね引かなくても大丈夫です。あ、おいしそうな匂いじゃなくて、おいしそうな音。いい音、こういう音大好き。音がもうおいしそう。これな、これな、これな。じゃーん。はい、あー、お肉、お肉でもね、あの豚肉だからね、じっくり焼かないといけないからね。あー、これをこのレタスに巻いて食べたいと思います。もうさ、言わなくても美味しいよね、多分完了。タコさんの使い方ごめんね、ゆでタコになりそうタコ、え、ちょタコさんの気持ちになんないで、ごめんね、ごめんね、大丈夫だよ、ポーちゃんもダメならこのね、レタスは近所のおばさまからいただいたやつです味付けは焼肉のタレです。こっちにもうバーってかけちゃうか、つけながらか、どっちがいいんだろうね。バーっていっていいかな、バーにしようかな。鉄板にすごいことになるよ。じゃあやめときます
か10位はなくなってきちゃったよ。つけた方がいい。わかった。火止めたんだよ。うん、うん、まあ、入りって書いてある。おいしそう。でですね、サムギョプサルなら何入れるかな。普通コチュジャンとかニンニクとか、そうコチュジャンとニンニクを多分一緒にね巻いて食べると思うんですけど、ニンニクつけれない、ちょっと苦手。コチュジャンちょっとつけれない、ちょっと苦手。ということで、何もつけれません。はい、もうはこっちはもうニンニクもちょっと苦手なので何もつけれません。あの普通の焼肉じゃんって思うのも無理はないよね。ちょっとあの生肉触ったやつでね、もう焼けてきたのひっくり返したりなので、それではいきます。割り箸いらない、綺麗に割れたら両思いって、これ綺麗に割れるやつだ。綺麗に割れたら両思い、綺麗に割れなかったらもうの片思い、せーの、あ、あ、はにゃ。茶色、これさ油引いてないのにこんなにさ油取ってるんだね。お肉が鉄板油だらけだよ。タコさん、言わないで。いい感じの焦げ茶色、きつね色。それでは食べる箸もちゃんと分けます。せーので、これは綺麗に割れるやつです。あ、大さじとかもう測らない。ということで、サムギョプサルのお肉焼けました。それでは、レタスと食べたいと思います。絶対美味しいやつ、これに入れて。それではいきます。ダウンしてください。はい、合わせました。いただきます。いただきます。焼肉のタレもあります。それではまず、わあ長い。ちょっと切ります。大きなレタスですね。はい、
きます。こんな感じです。うわー絶対美味しいじゃん。して焼肉のタレにつけます。うわーでコチュジャンとニンニクつけた風。どう？おー！タレはもうお肉つけました。それでは、いただきまーす！どうぞ！まず食べてください。どうぞー。マヨネーズつけるの？え？どうぞ。おいしい？いただきます。一口でいけるか。着しよう。目ん玉落ちそうになってる思う。マヨネーズつけてみようかな。待って、口の中入ってるときは立っちゃいけない。マヨネーズならいける。おいしい。お肉ね全然硬くない、ちょうどいいぐらいの柔らかさです。おいしい、おいしい、おいしい、しいマヨネーズ持ってくる。超おいしい。このなんかおばさんからいただいたレタスもシャキシャキ。マヨネーズ赤普通のスーパーでさ買ってくるレタスよりあの50倍ぐらいシャキシャキでめっちゃ美味しいです。チュロスありがとうございます。マヨネーズ超おデブじゃん、こんなマヨネーズ持ちながら。マヨネーズ、マヨラーですか。そんな別にかけるときはかけるかなぐらい。え、なにマヨネーズってさ、もう焼肉のタレもつけないみたいな。マヨネーズだけ、マヨネーズだけで楽しむやつ。あ、タレにつけてマヨネーズ。オッケー、わかった。え、美味しそうタレつけてマヨネーズ。え、美味しそうじゃん。なにそれどれぐらいつければいいもん。美味しそうじゃん美味しそうどう。かけすぎた。まあまあまあつけた方が美味しいでしょ。それでは、え、初めてマヨネーズつけるんだけど、いただきまーす。あ、どうぞ。お肉見えなくなっちゃったいいね、ありがとうございます。
つけてしまった。最強に美味しくて太るものを見つけてしまった。美味しい。気づいてしまったマヨネーズの美味しさを。ありがとうございます。レベルアップと体重アップ、うまいこと言わないで。うん、もう気に入りすぎちゃってずっと握ってるもんね。ずっと握ってるよね。美味しい。味噌はないの。味噌どういうこと？味噌汁できちゃう。どういうこと？なに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 、味噌、焼肉のタレと味噌、つけて味噌かけて味噌、つけて味噌かけて味噌、ほっをかけるって、レッツゴー探してくる。つけて味噌かけて味噌、しまいました。味噌ならあった。ガチの味噌ならあったよ。冷蔵庫の中身いらないです。もはやサムギョプサルでも何でもない実験になってる。え、味噌ならあった。どう、つけて味噌じゃないけど、お味噌汁つける味噌ならあった。あ、これならいい。これとマヨネーズ、あ、美味しそう。やってみよう。名古屋なので赤だしです。しかももうちょっとしか入ってないんだよね。一回やってみよう。つけてみす、ちょっとやめといた方がいいかな。少しだけ、え、ダメなの？ちょっとよ、分かった。え、おかしい？おいしい？
少なってだってなんか辛いよとか言われちゃうね。なんか消しゴムのカスみたい。ミス。感じ。それではみそマヨネーズでいただきます。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。それではいただきます。味わからない。うん、うん、なんかあんま味しないから焼き芋のタレつけちゃうね。さあ、口から出てる草は草だな。焼肉のタレで食べます。でこれは夜ご飯です。普通に待って、ちょっと待ってて。忘れていたもんは。なんとか猿もしずに普通にお肉だけで食べたいです。はい。豚肉、ワイの出番いつや。出番ですよ。めっちゃ油ついてる。それではとうとう普通の焼肉になりました。それではいただきます。じゃんじゃん、このままいきます。あ、絶対美味しいやつ。どうぞ。初めから焼肉だったような。うん、待って待って、なるべくね、たくさん取っていくんですよ。いただきます。
なんかごめんね。まかずに食べちゃった。レタス別にいいやで、だって入ったやつありがとうございます。肉ないと思うでしょ。お肉まだあったんだ。それではラスト1枚いきたいと思います。今日はね、夜も勉強するからね、たくさん食べとかないとでね、テストの期間はね、そうやって太るんですよ。それではいただきます。おいしい。いろいろ丸いでした。はい。鉄板の中身きれいに食べました。ごちそうさまでした。はい。スクショタイム。はい。美味しかったです。どんなスクショやねん。はい、解釈です。かわいすぎです。だって嬉しい。シャケさん、 SK ホテルとチームエスの15歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。こんぐらいお腹いっぱいになった。お腹の音でわかるでしょ。お腹いっぱいになりました。トーストから再配りました。いただきますじゃない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たぬきかアイドルが何してんのって。あと何か食べるものありますか。うん、余ったよ。レタスなら余りましたよ。いりますか。ください。どうぞ。レタスとかやってまだ行く。とってもとっても美味しかったです。美味しすぎました。美味しすぎて、食べすぎて逆に眠たくなりそうな気がしなくもない。ポコンありがとうございます。超美味しかったです。ポップコーンありがとうございます。本当に本当に美味しかったです。本当に本当に美味しかったです。また食べたいです。これ、ももの小学2年生の時に文章を埋めるための作文。いつもそうだったんですよ。小学2年生ぐらいの時はとにかくマスを埋めなきゃいけないと思って、本当に点、本当に点、本当に嬉しかったです、本当に
美味しかったですとかさ、点をめちゃ使ってた。そう、本当にばっか使ってました。本当に本当に本当に美味しそうでした。本当に本当に本当に美味しかったです。はい、皆さんはもう夜ご飯食べましたか？もうだけなんか幸せに食べちゃいましたが。どうでしたか？どれもありがとうございます。まだ食べてない？これなら。まだです。もうと一緒に食べた気分になれましたか？カップ麺と食パン？結構食べるね。サバの味噌食べました。美味しいじゃん。チャーハンとラーメン食べました。いいね。ワイはウサギがぴょこぴょこスイッチぴょんのぴょん。お寿司いいね。だるまありがとうございます。ソースから作ったミートソース食べた。え、ソースだけでも送ってほしいな。麺は自分で茹でるから。お昼にふんふんさんとなんとか飯食べたでやつ。仲良きね。あ、ごめん、漢字が読めなかった。豆腐チゲ食べました。おお、ヘルシー。これからココイチ行ってきます。ここで一発勝負しようか。軽く一覧食べたのでこれから晩ご飯です。おー、鯛めし、美味しそう。めで鯛。なんかすいません。コメント急に止まるのやめてもらって。謝ったから許します。綺麗に止まったよね、ももが言ったら。ね、足でリズム取ってるね。バレた？そう、足でリズム取ってるといえば、さっきももあのまだ上げてはない、乗せてはねないんですけど、リールをね取ろうと思って踊ってたんですよ、上で。そしたらこれ本当の話なんだけど、びっくりして、もも、あのリビングの電気が落ちたっていうか、ネジが取れて、リビングの電気のあのこれが取れたんですよ、パコって。すごくない？ももが踊っただけであの電気が取れたの。あれ、あの丸いやつ。そう、ももがダンダンって踊ってたら、そう、本当に危ないよね。取れて、今ネジが1個ないから、今いつ落ちてきてもおかしくない。そう、そうそう、本当に家壊さないように気をつけます。そう、びっくりした。ももがなんか、そう、ももが下降りてきてから、なんかパパなんかネジ直してんなみたいな、なん電池なんかね、電池切れたのかなとか思ったら、ママがね、もも踊ってたら落ちたよって。え。なのでこれ以上体重増えないように気をつけます。はい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。指はねいいんですよ。でもポンは食べるとどこにつくかというと、ここここはいいの、ここもいいの、あ、そう、首もいいの。まあ、お腹は、まあ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 、どこにつくかというと顔。知ってます。と、太ったら太っただけ、うん、こうなる。そう、だからももが50キロとかいくとくらっちゃう。そう。危ない、今体重言いそうだった。そう、それではお歌を歌いたいと思います。
ね、危ない危ない。あと何キロで？ん？はい。サイカオン、ありがとうございます。今現在50キロ？うん、違うよ。今は40体。サイカオン、ありがとうございます。今は何キロですか？これでは音を歌いたいと思います。この体を見て今何キロかご想像していただけると嬉しいです。もうは言いませぬ。顔だけ50キロ、それもう首は折れるよ。顔だけ50キロね、もう首折れる。それでは、お歌を歌いたいと思います。あったあったあった。ゆゆゆから始まる曲です。はい、だいぶリクエストの曲お待たせしてしまいました。本当にすいません。やっと覚えました。聴いてください。平野桃奈で夕日を見ているか。あしまったり
見てあげようよ、君が君らしく生きてること。ありがとうございました。ちょっと間違えてごめんなさい。はい、もう8時でも、もう一曲歌いたいからちょっと延長する。なんかごめんなさい。はい、リクエスト、だいぶ待たせてしまってごめんなさい。はちゃはちゃちゃありがとうございます。手ありがとうございます。音符ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。最高、ありがとうございます。いつもの方です。さすがです。いつもの方です。通常運転です。通常映画です。はい、延長入りました。次は何でしょう。今探してまーす。なんかうまく打ってない。あったー。はい、決めました。それでは聞いてください。平野オーナで、テモテモの涙。あー、銀色の頂上を
った。はい。手も手もの涙を歌いました。ありがとうございます。で、ありがとうございます。なんかしっとりした曲、ちょっとかっこいめな曲なので、最後はちゃんとちょっとかわいい曲で終わりたいと思います。何曲歌うんだいってね。延長しましたとか言いながら何回歌うんだよね。どっちもハイハイは入ってました。そりゃそうだ。チロスありがとうございます。パチパチパチありがとうございます。手ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。音符ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ミラーボールたくさんありがとうございます。コココココン、マリケイクのコワン、ありがとうございます。それでは聞いてください。平野モナで完璧グーの音。Thank you.
ているか、いやなぜいらない夕日を見ているか、手もねもの涙、完璧ぐのね、たくさん聞いていただきました。ありがとう、ありがとうございますごめんごめん、疑問に思っちゃったなぜだろう、なぜだろうねてありがとうございます、ポップコーンありがとうございます、ミラーボールありがとうございます、おっぱいありがとうございます、ミラーボールたくさんありがとうございます。それではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。勝手にタイトル変えないでくださいすいませんさーってなぜだろうグンドン大好きでやんす、ありがとうでやんす、ありがとうでやんす。リクアワッカクお願いします。あ、ももたんリクアはまたあれですね、ユニット公演とかコンサート、若手コンサートみたいのも終わってまたできる時にやりたいと思います少々お待ちを時間があってできる時にやりたいと思いますので少々お待ちくださいね、時間があるときにやります。明日は無理です明日は無理かな初見さん、はいはい、ハロー、マイネームイズモモナヒラの Wi-Fi Thank you はい、今日は無理だね受験後でもいいぞ、あ、そうそう、もうね受験があるんだよね確かに覚えてたね、よく覚えてたね、桃は半分だけ覚えてた受験後でだってねっそう音程が変ですっていつも言うじゃん勝手に歌詞変えないでくださいだって、さよならさよならさよなら、もうすぐ外は白い雪、確かに愛したのは君だけ、そのままの君だけ、ちゃんと合ってる歌詞踊って歌った白い冬か、ごめんごめん喧嘩をやめて歌って、喧嘩をやめて、喧嘩をやめて、二人を止めて、私のために争わないで、もうこれ以上を、みんなモモのために喧嘩をやめてね、勘違いしちゃった人はい、ということで、はい、してません体育君は毎日毎日僕ら鉄板のブルブルブル上で焼かれて嫌になっちゃうね、テレテレテレはい、ということでランキングを見ます。あと明日の正午で11月27日28日のトーク会の受付が終了します。11月27日は12月の、あ、なんか変わった、ごめん11月27日は12月のカンガルーの衣装、11月28日は制服衣装です、制服衣装じゃない、制服です、制服コーデです、ぜひ来てください。意外に制服コーデの方が会いに来てくれる方が多くて、11月28日は2部3部皆さんのおかげで完売してて、で
そう、多分みんな朝が苦手なのかな、三部の方がそう。11月27日は三部だけ完売してるので、27日の一部二部と最後の部、最後のトーク会、11月28日の一部がまだあと3部余ってるので、余ってる、まあ余ってますぜひ待ってます、よろしくお願いします。11月のね28日はもしかしたらね、次のシングルが出なかったら本はもう次のトーク会では高校生になってるかもしれなくもなくもないかもしれなくもなくないので待ってまーす、一部だけ行けます、待ってます。そうですねむしろは早朝早朝は得意だけど、すごい、待ってまーす。そして名前の最後と最後に、じゃあ最初と最後にブロッコリーがついてる方、今日で大富豪800回目ですよね、ツイッターに書いてあったたくさんやってくれてありがとうございます。あ、いた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 。めっちゃ伝わりやすい、名前と最初の最後にブロッコリーがついてる方のこと、ね、ありがとうございます。はい、どうもペコリ照れちゃってんじゃんはい、ありがとうございます。これからもたくさん対戦よろしくお願いします。それではランキング見ます。13位、のメロン相談の中に白熊ちゃんが入ってる、ボタンの方ありがとうございます。他の方もねたくさん大富豪やってくれてありがとうございます。みんなもう確かかたん初見さん、 SK48 とチーム S の15歳の平野モーナです。来てくれてありがとうございます。今日は私のお誕生日です。おお、お誕生日おめでとうHappy birthday to you、 Happy birthday to youHappy birthday dear さん、ごめんね、今お名前が呼べないんですよ、お名前呼んじゃいけませんっていうあれがあるのでごめんなさい。さん、 Happy birthday to you、 お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、素敵な一年にしましょう、お誕生日おめでとうございますこれからもぜひ見に来てください。ではランキングの続き、12位の生まれたのはボタンの方ありがとうございます。11位の平野モナちゃんのボタンの方ありがとうございます。10位の秋物着てる綺麗な女の人のボタンの方ありがとうございます。9位のありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうありがとうございます。8位のギター弾いたことの方ありがとうございます。今日のお腹はいい音が鳴るぞ、なんて言ったってお腹いっぱいだから。ラッキーセブンでんでんの生まれたのもとの方ありがとうございます。6位の猫ちゃんがガサガサしてる音のことありがとうございます。いい音するねだって、するやっ5位のトップ10の音のことありがとうございます。4位の須田さんの音のことありがとうございます。沸きました、バイバーイ。朝でケーキ食べます、いいな、何ケーキいいな。3位の一応前に猫ちゃんがバイク乗ってるボタンの方ありがとうございます。2位
も平野オーナちゃんのアバターの方ありがとうございます。ありがとう、電車の中でもなんとか電波キープできますなんて、ありがとう、電車の中でわざわざ見てくれてありがとう。それでは今日の1位ピンポンポンポーン、ジャケ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 ジャン、今日の1位はの生まれたのおばさんの方ありがとうございます。ショートケーキだっていいなーいいないいなーそれではいきまーす。昨日の公演楽しかった、ありがとうございます。ありがとうでやんす、嬉しかったでやんす。それではいきまーす。ぴょんちゃん、もう持ってくるの忘れてたので、ももかぴょんちゃんになりますいきまーす。あ、エルエルオンブイイーの生まれたのおばたの方ありがとうございます。それではいきまーす、せーの、これ、桃たんぴょんちゃん、ジアルだってなんか可愛いって、ありがとう早いほっぺが揺れてます、前髪は揺れてませんはい扉が閉まる前に大きなハートありがとう。あ、気づいてくれた、扉の向こうにいてくれて嬉しかったよ、ありがとうぴょんちゃんのアンダーもできるとは恐れ入った、ありがとう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 前髪崩れてなるのがすごい、はいということで今日の大富豪は8時、20時半からやろうかな、20時半から21時半までちょっと長めにやります。よろしくお願いします、よろしくお願いします。たくさん対戦しましょう、よろしくお願いします。ということで7006人の方見てくれてありがとうございました。星もギフトもたくさん対戦、対戦じゃない、星もギフトもたくさんありがとうございます。明日からは月曜日、あれ一週間お仕事学校頑張る、頑張ってください、頑張りましょう。それでは二輪したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二輪、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ、バイバイバイバーイ。